ました。因縁の一戦、そして激しい喧嘩マッチになりそうですね。まあ、当然ですね、タイガーは今回はやっぱ喧嘩ファイトでいくでしょうね。そうですね。さあ、これより両選手の紹介だ。トランパー小林、どこまでもタイガーマッチを追い続けます。タイガーマスク、山田さん、まさに全国プロレスファン注目の一戦です。そうですね、はい、まあ、これはやはりジュニアヘビークラスではですね、まあ、大げさに言うまでもなく天下分け目の一戦と、はい、まあ、両雄にとってはこれまでに数々の因縁がありますので、はい、まあ、とてもまともな勝負ではいかないと思いますね。そうですね。さあ、まもなく運命のゴングがあります。余裕の表情をご覧いただきました。今ゴングが鳴った。竹内さん、タイガーマスクの表情はどうご覧になりましたか？相当厳しい目つきをしてますね。そうですか。前回の対戦ではデビュー戦と同じくらい緊張したと言っていましたが、緊張は伺えますか？緊張は伺えますか？しかしですね、かなり今の蹴りにしてもその余裕を見てステップバックしてますからね、はい、まだまだ大丈夫ですね。そうですね。今の蹴りにいたしましても小林邦明の蹴りが要注意だ、キックが要注意だ、このように言っておりました。しかし、まあ、山田さん、冷静に見ますとこの前の札幌決戦、お互いに進化を発揮した一戦と言っていいでしょうね。そうですね、はい、まあ、ただね、小林選手に言わせますとね、あっと綺麗なドロップキック、足が伸びました。今度はさっきの金剛駅のお返しだ。そしてブレンバスターか、ブレンバスター決まった。山田さん、つけてください。はい、小林選手に言わせますと、前回は風邪をひいて調子が悪かったと、ところが今日は万全の体勢だから、絶対にフォールしてみせるというふうに試合前言ってましたね。なるほど。そういえば、あとエルボーがタイガーマスクの喉に炸裂、そして今度はグラウンドのタイガーへ落としました。カウント1入ります。先手必勝だと言っていた小林、生中継新宿玄関からの大舞台で力が入るとも言っていました。さあ、強みとパイルドライバー、ケイスさん見せますね。今日の小林、かなり仕掛けが速くなってますね。さあ、そしてこれからどんどん大技を展開していくのか、小林邦明、ジャンピングネックブリーカードロップ、カウント入ります。カウント2です。山田さん、大技の展開ですね。はい、やはりスピードではタイガーマスク、はい、それから荒技という点では小林選手、はい、これを両方にいいものを持ってますから、やっぱりこの辺はね、小林選手が今日は意識的に仕掛けを早めてるようですね。そうですか。そして竹内さん、はい、両雄ともこの新しい兵器、秘密兵器を温存しているわけですよね。今ですね、小林がですね、首と腕のダブルドッグですね、これに入ろうとしますね。はい、こういう関節技も見せてまいります。小林邦明、さあ、苦しい表情でありますタイガーマスク。とにかく決着がつくまでやるんだ、こうなったら後には引けない、新兵器タイガースープレックス85の生贄にしてやる、このように語りました試合前。タイガーマスクであります。さあ、キック攻撃、ミドルキック、そしてジャッピングスピンキック、キックの一打攻撃であります。さあ、そして今度はこっちのマット、ラフファイトは山田さん、どうですか、どっちが上ですか？今のところね、先手を取ってる小林選手の方がね、はい、まあ、いいように見えますね。そして今度はルチャリブル殺法か、肘を当てました、ラリアット気味、左の肘であります。タイガーマスク、自分のペースを作ります。さあ、そしてタイルドライバーの体勢、ドスランタジャンプしていった、ジャンプしていきました、竹内さん。しかしね、ちょっと頭が抜けましたね。そうですか。今一つタイミングが合いませんでした。タイミングを取りすぎた感じが、バックドロップ、バックドロップ、ここで見せた、リングの中央、ご覧の表情、小林もちょっと頭を打ったようだ。バックドロップも見せるんですね、竹内さん。あらゆる技を仕掛けてきますね。多彩な攻撃を持っております小林邦明。さあ、そして今度はタイガーのバンカー、ロープに飛ばした。そしてタイガーはスクッと立って小林の来るのを待っている。今度は何を持っていくか、ホイップ投げ、ホイップホイップ、腕をホイップ、そして余裕、動きが激しくなった。おっと、カウンター、ライトキック、山田さん、カウンターが入りましたね。そして今度は小林の方がちょっと強烈でしたか？全くね、目を離せないですね。一瞬間、いや、ブレンバスターです。カウント2です。どんどん大技を出してまいります。そして首4の字の体勢に入りましたが、今日は竹内さん、まだマスクには手をかけませんね。今のところかけてませんね。強攻法で出てきてますね。
とにかく前回の札幌決戦ではマスクを裂かれました。そして控室でエキサイトしながらも勝てる相手だ、そしてあの屈辱は一生忘れない、特に噛んで倍にして返す、これを言っていました。それから山田さん、このスランプ気味ということがタイガーマスク伝えられていたんですが、あの札幌決戦でスランプは吹っ切れたようです。今日の動きはどうですか。しかしね、今のところね、いわゆるタイガーマスクらしい、はい、あの大きな動きが見られてないですね。というよりもむしろ小林選手の速攻にあって、それを封じられているという見方をした方がいいと思いますね。まあ、竹内さん、この試合のポイント、ずばりどこになりましょうか。これはですね、タイガーが空中戦をどこで仕掛けるかですね。空中戦、今のようなですね、関節技になりますとどうしても小林の方に分がありますからね、はい、タイガーとしてはトモカが離れて大技で勝負に出ることですね。そうですか。そうしますと山田さん、これは自分のペースを崩されるとタイガーちょっと危ないということが言いますね。はい、今はね、あの形の上では構成点を取ってますけれども、はい、いわゆるそのリングを大きく使ってもう派手に動き回る、いわゆるタイガー流の動きがね、はい、今ストップしてますからね、ちょっと怖いですね。5分が経過いたしました。ここで関節技の応酬、そして力比べになりますか。力比べになります。さあ小林の表情、そしてタイガーマスクの表情、力が入りますリング上。さあここでタイガーが反撃の板口をつかみました。バックステップのキックを見せました。小林ゆっくりと今場外にエスケープいたしまして、この自分のペースを作っております。リング上タイガーマスク二王立ち。そこからお互いどう攻めたらいいですか山田さん。やはりね、今小林選手前を取っているのはですね、あれだけ力を入れて速攻をかけた、はい、スタミナロスを防いでると思いますね。あ、そうですか。やはりこういうところはうまいですよ。なるほどね。さあそしてまた動きが速くなりますか。さあショルダータックル、これはタイガーが勝ちました。そして今度はこっちのロープリバウンドだ。タイガーマスクスッと取った。小林がロープへ飛んだ。タイガーマスクかわした。アンチフリップ構え投げ、そしてドラッピング、足が綺麗に伸びた。さあ山田さん、空中殺法ですか。いったぞー。どうしかしこれは小林よく見ていた、かわされました。しかしタイガーマスクもどうやら投げた。着地がうまくいきましたね。大丈夫ですね。危なかったですね。着地がうまかったですね。そうですね。今はね、はい、ヒヤッとしたんだけども、タイガーマスクの方ダメージはないですね。そうですね。さあまたさっきと同じ体勢になりました。リング上はタイガーマスクであります。空中殺法が一つ出ました。さあ山田さん、この次どう攻めます。やっとね、タイガーマスクらしいね、はい、動きが徐々に出てきましたね、まあ、これをね、どんどん続けていかなきゃダメですね、はい、さあ今度は小林がボッツンクラブの体勢、ボッツンクラブの体勢、逆転の体勢に入りました。がっちりとステップオーバー、もう少し腰が下りれば完璧な体勢であります。タイガーマスク腕の力で跳ね返す。さあこの動きご覧ください。小林が返します。エビ固めのホールドを見せます。そして両者ハンティングポジションを取りました。さあそしてブレンバスターか、いやダブルアームスープレックス、小林を投げた。七色のスープレックスを使います。タイガーマスク、タイガースープレックス84、そしてタイガースーパースープレックスもあります。華麗に飛んだフライングボディアタック。最も危険な男タイガーマスクと小林の一騎打ち、リング上一進一退の勝負が行われております。さあタイガーマスクがロープに小林を振って、あっとドロップキック。この竹内さん、タイガーの動き読めると言ってたんですが、ちょっと読まれてる節もありますか。まだまだ読まれてますね。そうですか。そういえばの山田さん、チャボ・ゲレロも同じようなこと言ってましたね。やはりあの同じパターンになっちゃうとどうしても読まれてしまいますからね。さあトンボを切ったが、あっとラリアット、ここでラリアット。札幌でもこういう場面がありました。竹内さん、これは不用意でしたね。また不意でしたね。そうでしたね。さあここで明暗が分かれるか。さあラリアット、これを壊した。しかしミドルキック、タイガーのトバックにめり込んだ。さあ小林がアピール、一番はアピール。さあ予告して飛んだが、今度はタイガーがかわした。素晴らしい試合ですね。竹内さん、タイガーも飛びますよ。そうですね、タイガーが飛びます。今度はコペですね。当たった、頭から行った。小林朦朧としている。タイガーマスク頭からトペを完工いたしました。ご覧の苦悶の表情、小林君が。しかしちょっとタイガーマスクの動きが止まっております。さあ僕新国人さん、1000人のお客様、小林コール、そしてタイガーコール、はい、仲間しております。ここはもう正念場領有。タイガーマスクがエプロンサイドからまず第1弾の攻撃を見せる。ブレンバスター、ブレンバスター覆いかぶさります。山田さん、タイガーもあの
凄みが出ましたね。そうですね。さあ、そして、ハイアースプレックスが入ってます。ハイアースプレックスの体勢だ。チキンウイングの状態にとって。